ちゃっかじゃーん、長官太郎です。5月5日の金曜日です。今日もたくさんのニュースがあります。アップルの決算、また他の企業もたくさん決算がありました。それと銀行の危機、一体どうなったのか。昨日の引け後は急落してびっくりしてました。はい、それとね、アメリカ政府の AI についての方針なんかも発表されてましたんで、この辺もねお伝えしていきますんで、よろしくお願いします。ところでゴールデンウィーク中はですね、なかなか再生数が上がらないんですけれども、皆様のコメントとね、いいねたくさんいただいて、いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク残り少なくなってきましたけどね、いい休日をお過ごしください。はい、それではですね、まずはですね、今日の引け後アップルの決算からいきたいと思いますけども、じゃっかじゃーん、はい、アップルの決算です。はい、かなりですね、やっぱりアップル強いですね。今のところですね、この長期のチャートとかを見ると、かなりね、こうアップル安定してるんですけど、他のメガテック企業たち、例えばアマゾンとかもね、大きく下がってますし、もちろんグーグルも下がってますし、今調子良くなってきてるね、マイクロソフトなんかもね、ずーんと下がってるんですけどね、やっぱりアップル世界最大の企業なだけあってね、なかなか底堅い動きを見せています。はい、そして決算なんですけども、予想よりも強い iPhone の販売に牽引されました。販売と収益に対する弱い予想を上回ってきたということで、CEO は予想より良かったとね言ってました。そしてスマートフォン業界全体がマイナス 15% も今、少なくなってきてるんですけど、前年同期からアップルはですね、iPhone が伸びてきましたよということで、アップルの収益中は、四半期中に、ですね、2% 増加と、なりました。はい、そしてですね、全体的な売上高は、2四半期連続で一応減少となってしまってですね、マイナスの 3% と、前年同期から、減ってしまいました。そして中国なんですけども、今コロナからね回復して、なかなかね、いい伸びを見せてくるかと思ったんですけども、中華圏の売上は、178億ドルで昨年の183億ドルから減ってしまったということです。そしてアップルはコロナ後は、よくわかんないということでガイダンス提供してませんけども、今回もガイダンスの提供はなし。ただインドではね、かなりね、見通し楽観しているということなんで、そういうの聞くとね、おっと思いますね。はい、そして EPS とね、売上、クリアということで、アラリもね、予想よりも良かったということです。そして iPhone が、予想よりもかなりね良くて、Mac とね iPad、 これがね予想はね低かったんですけど、それよりもねさらに悪くて、Mac は前年から 31% 減、 iPad は前年から 13% 減という状況になりました。はい、そして、その他の製品、まあこれは Apple Watch とかねいろいろあるんですけども、その辺はマイナス 1%。 サービス、これはiPhone が売り上げられるとね、負債的に伸びてくると思うんですけども、このサービス部門は 5%、5.45% 伸びて209億ドルですね。もう iPhone を作るだけの会社じゃなくて、サービスが iPhone の売り上げのですね、まあ4割ぐらいを占めてきているという Apple ですね。そして Apple の地域別の売り上げなんですけども、まあ増えたのはね、ヨーロッパとかその他の諸国で、日本とかアメリカは 7% ぐらいね、減っちゃったということなんですね。はい、そして予想通り、Apple の取締役会は900億ドルの、自社株買いと配当を承認しました。 Apple は他の大手テック企業が過去1年間に開始したようなレイオフを計画していないと述べました。さすがに Apple ですね。そして Apple の、株価はね、今 2% ぐらいアフターで上昇。そして GAFAM T もね、GAFAM もね全部アフター上昇してきているということで、市場の恐怖がねこの Apple の決算で和らいだんじゃないでしょうか。はい、あとはパウエルさんの利下げを期待するばかりとなります。はい、じゃっかじゃーん。じゃあ次はですね、この全体的なヒートマップ見ると、やっぱり銀行のところ今日もねレッドになってってますね。地方銀行危機の拡大で、懸念中ということですね。そしてダウはねついに年初来でマイナスに転じてしまったんですね。しかし FRB の利下げを早めるという観測も、出てますね。あと数日早ければ FOMC 変わってたのかなと思いますけども、もしかして FOMC の後を狙ったんでしょうかね。5月の利下げ停止は早いけれど、6月は絶対に利下げについてね言及してもらいたいというね影の勢力の陰謀だったりしてなんて思うんですけどね。まさかホワイトハウスだったりしてとか言って、議員さんは、パウエルさんに利下げのお願いをしに行ってましたよ
ね、今夜の雇用統計どうなるでしょうか、明確に転換点が見えればいいんですけどね、ジョルトは、求人の方はね低下傾向でしたよね。そして決算もね、米地銀、これやっぱり売り山積ということで、パックウエストはですね3月以降の預金残高が増加していることを明らかにした上で複数の、投資家候補との協議を、確認したということですね。はい、ちょっと PACW 共同なったのか PACW。はい、PACW 今日はやっぱりマイナス 50.62% となってしまいましたね。はい、そしてウエスタンアライアンスコーポレーション、こちらもね一時は 62%、下落してたんですが、マイナス 38% まで一応ね戻ってきたんですね。しかしね、これ売却報道があったんですが、売却検討などしていないとねこちらは発表して、イギリスのですねフィナンシャルタイムズ、この報道は誤りでしたとねいうことで下げを縮小となりました。そして、ビル・アックマンさんがですね銀行システムのストレスはまだ終わらないと警告しています。物言う投資家で有名な方ですね。そして、4月の3日から25日の調査では、回答者のほぼ半数が預金について非常に心配しているが 19%、 やや心配しているが 29% ということで、懸念がですねまたさらに今は高まっているんじゃないでしょうか。はい、そして銀行に対するですね、この規制もですね強くなっていきます。FDIC 預金保険基金の、充当で大規模銀行の、負担増額ということです。資産規模が100億ドル未満の金融機関は追加資金の支払い義務はないという見通しです。また、クレディスイスについてでも、ニュースが出てました。スイスの銀行最大手 UBS、 ここがクレディスイスを、買収しましたけども、一部もしくは全体でこのクレディスイスのスイス部門の、IPO を検討しているとロイターが、伝えました。クレディスイスの買収は、まだ完了しておらず検討は初期段階なんですけども、 UBS の CEO はこのスイス部門についてはあらゆる選択肢が検討の対象になっていると述べました。売るんですかね、ここが一番大事なところだと思うんですけど、ね、なんかこれ企んでるんじゃないかとね思っちゃいますが、今日の、CS クレディスイスはまあ、3% 今日は下げて、アフターではそんなに動いてないという状況ですね。はい、銀行の危機一体どこまで続くのか、気になるところですけどね。今日でアフターがね結構カムバックしてるんですよね。アフター結構 PACW7% ぐらい上がってますしね、WAL も 4% ぐらいリバウンドしてるんで、ちょっとね、和らいできたとは思います。ただし、預金流出が続けばですね、まだまだ銀行の破綻は、増え続けると思います。はい、じゃっかじゃーん。じゃあ、経済指標をね、一応見ていきますけども、アメリカの労働生産性なんですが、2.7% 低下しちゃったということで、労働コストは加速ということで、時間あたり給与は 3.4% 上昇となってしまいましたが、インフレ調整後だとマイナス 0.3% 低下ということなんで、ちょっとインフレ負けしてますと、生産性も低下なんでね、ちょっと経済はやっぱり良くない方向になってますね。あと、失業、の、新規失業保険申請件数、これも発表されて6週間ぶりの、大幅増となってしまいました。そして継続受給者は減ったと、相対的に堅調を維持する労働市場で若干の軟化が、示唆されたという状況ですけども、劇的じゃないのでね、まだ明日の今夜の雇用統計ではそんなに大きくは動かないのかなとは思います。はい、じゃっかじゃーん。じゃあですね、金利ビックス、指数、実質金利などを見ていきたいと思います。今日は5年国債の利回りが、かなりですね下抜けたんですね、一時的に。ただバックしてまた上がっていったんですね。今はちょっとリセットされて全部の金利が、下がっているような表示になっていますね。今日は1日ビックスはねかなり上がってできているということで 17.74% も前日から上がりました。そして普通の恐怖指数は20、ついに超えてきましたね。はい、久しぶりにこの、50日平均線にねタッチして上抜けしてきたという状況になってます。はい、ドル指数はねじわじわと切り下げてきているような風に見えますね。はい、今日の、最終的にはですね、金利の方は一応上がってるんですね。2年
利回りは、下がってるんですね。これはちょっと次は利下げ期待がね、かなり高まってるんですよね。ここからだと思うんですが、こういう記事もね、出てました。FOMC は7月までに利下げかとね、早ければ6月にもということで、市場がどうなったのかというとですね、今、多数派は、7月から、利下げとなってますけども、まあ、早ければね、まあ、4.5% ですけど、6月に利下げという方々も、いるということですが、ついにね、9月よりも早くなったということで、経済は下に下にということで、期待がですね、高まっているという状況です。はい。ただ、恐怖指数、恐怖と欲の指数はね、そんなに変わりませんね。実質金利は、5年と7年はね、低下してきてます。まあ、長い方はね、ちょっと上がってるんですけども、実質金利も低下しているので、これは株にはいい方向。指数は今日は、全滅となってしまいました。ソフトランディングするとね、パウエルさんが言ったのでね、ラッセル2000、昨日は上がったんですけどね、今日はやっぱり景気後退かということで、やっぱりね、大きく下げてしまったというところです。SP500、マイナス 0.72%、ダウがマイナス 0.86% と、はい、なってしまったという状況ですね。はい、じゃあですね、次に行くんですけども、まず、あ、そうだ、こちらもあった。はい、今日の1日の動きはですね、指数は、まあ、横横してますが、大きいのからちっちゃいのまで、バリューからグロースまで、すべてがね、まんべんなく売られたという1日に、なってしまいましたね。FOMC では、パウエルさんはね、銀行セクターはね、大丈夫ですとかね、金融システムは打たれ強いですとかね、言ってたんですけどもね、やっぱり、ちょっとね、世間はそんな目では銀行見ていませんという状況ですけどね、多分みんな大丈夫だとね思ってきたらリバウンドするようなね、気はするんですけどね。はい、ということで、そういう時にですね、役立つかなとねいうところで、投資の森さんのですね、おしめツール今紹介してますけどね、5月の8日の9時59分までは、30% オフということですので、まあ、気になる方はですね、ぜひとも、見ていただけたらと思います。概要欄に、この、どっからね、入るかとかね、書いてますんで、よろしくお願いしますね。これは、投資の森さんの専門家が、長年にわたって蓄積してきた知識と経験をもとに作成された、おしめツールとね、なっていますよ、と。はい。こういうふうにね、わかりやすいところで、おしめがですね、出てきますということで、今日ね、大きく動いていた銀行なんかもね、はい。こういうふうに、押し目がね、出てきます。なんか、だいぶ下抜けてるんでですね、そろそろ、点灯しそうですね。はい。そしてですね、こちらもね、よろしくお願いします。ということで、スプレッドシートなんですけど、まあ、全体をね、これカラフルに一瞬で把握できます。決算のね、コメントなんかもね、これ、黒枠のところをですね、触ると、いろいろね、コメントが出てきますんで、これもね、タッチしていくとね、どんどん情報が出てくるようになってますんで、決算結果などもね、合わせて見ていただけたらと思います。600円です。これも概要欄からね、216銘柄。最近はショート動画で、iPhone からの操作法もね、説明してますんで、そちらもね、興味ある方は、どうぞというとこです。あと、まあ、ゴールデンウィーク中ですけどね、内容良かったと思う方いらっしゃいましたら、いいね、一日一元、ぜひともよろしくお願いします。はい、弱小 YouTuber ね、キャピキャピ喜びますんで、それとスーパーサンクスいただけるとね、もっともっと喜びますんで、ぜひともよろしくお願いします。はい。じゃあですね、かなり今日調子良かった決算などをね、取り上げていきたいと思います。まずはショッピファイなんですけども、ショッピファイちょっとすごいですね、これは。プラスの 23.84% の上昇となりました。結構ね、ミーム株的な動きをね、最近はしていたんで、なんか心配だったんですけど、かなりね、売上と、EPS、クリアしてきましたね。ただEPS は前年からで言うとマイナス 50% となってまして、売上はね 25% 成長でした。そしてニュースがあって、物流部門のショッピファイロジテクスを、これフレックスポートっていうところに、売却するということですね。第二四半期中には完了予定ということで、これでショッピファイの規模は 20% 縮小することにはなるみたいですけど、物流部門やっぱりちょっとなかなか難しいんでね、この e コマースに、ちょっと注力するということが好感されたんじゃないでしょうか。そして GMV とかね、マーチャントソリューションとか
か、サブスクの売り上げなどね、全部ね、一応ね、いい方向に上がっていますということですね。マーチャントソリューション 31% 成長ですね。グロスペイメントボリュームも 24% 成長となってますね。そして Q2 のガイダンスは、売上は Q1 と同程度の成長率ということなんで、まあ、そんなに変わりはしないということですけどね。今日はかなり上がりました。あらりも Q1 と同程度を、見込んでいます。はい、ちょっと後ろで猫がガリガリやってますけど、あと、データドッグもね、今日は 14.52% 上がりました。はい、こちらもね、おめでとうございますという状況ですね。はい、そして、データドッグ EPS とね、売上を、クリアしてきました。そして、売上成長率は 33% 成長です。CEO は継続的な顧客増加。顧客による複数製品の採用拡大成果を上げられたということですね。はい。そして、顧客数がね、29% 増えてますんで、これはね、この不況下の中ね、いいですよね。はい。そして、ガイダンスなんですけど、EPS は、クリアですが、売上はね、微妙にクリアできませんでした。ただね、まあ、微妙なんで、まあ、上がりましたと。23年でも EPS クリア。売上は1ということで、売上はなんか微妙なラインをね、ちょっと行ったり来たりしていますね。あとなんか今日ステムがアフターで 8% 上がってますね。決算は悪かったみたいですけどね、かなり上がってます。これは AI で、まあ、電気 AI ですかね、まあ、電気をね無駄遣いしないようにね、いろいろコントロールしたりするような、会社ですね。はい。そして次はメルカド、リブレに、行きますね。メーリ、はい、メルカドリブレはね、今日 5% 売られてしまったんですけど、決算はね、すごかったんですよね。EPS 200% 成長、売上も 35% 成長なんですよね。そして、アクティブユーザーもね、1億人超えて 25% 成長。そして、マーケットプレイス部門も 43% 成長でしょ。ロジスティックスも 17% 成長でしょ。で、フィンテック部門も 46% 成長。クレジット部門も 26% 成長なんですけども、この、売られちゃったということですね。はい。まあ、ブラジルとかね、ブラジルはね、債務超過についてもね、結構、堅調でね、まあ、そこまでね、悪化しないというか、強い国でね、こっちの方ではね、もうアマゾンよりもメルカドリブレだとね、言われているぐらいのね企業なんですよね。はい、メルカドリブレ本社はウルグアイですね。そして南米中心に、活動していて、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、チリ、ウルグアイなので、展開ですね。ただまあこれ、うん、アルゼンチンとかちょっと債務超過ですけど、まあブラジルでよかったら、ね、まあいいかなとは思いますけどね。はい。そして、これを言わずにはいられないですね。やっぱり、ロイヤルカリビアンクルーズ、クルーズはね、強い。7% も、株価上がりました。はい。これはね、売上は 172.6% 増。まあ、これはね、まあ、航空とかね、クルーズとかはね、これぐらい上がってきてるんですけど、予約量がね、2019年の期間よりも大幅に高くて、予想もね、超えてきたということですね。そして、19年の調整済み EBITDA の、過去最高記録を大幅に上回るとね、予想してまして、通年ガイダンスは予想 3.36 の EPS に対して、EPS で 4.4 から 4.8 ドルということでね、かなり強い。ただ、うん、いつも連れ高しそうですけどね、ノーウェージャンとかね、カーニバルはね、逆にノーウェージャン、下がっちゃってますね。はい、これは何でしょうかね。はい、じゃかじゃん。じゃあ、スプレッドシートでマーケット全体を見ていくんですけども、今日の引け後の決算も、結構あるんでね、動きを見てみますけど、スクエア、まあ、ブロックですね、アフターで 1.13%、上昇ということなんで、まあ、まずまずだったんじゃないでしょうか。そして大きくね、上がってるのがコインベースなんですけども、コインベースアフターで 8%、上昇していますね。はい。クリアしてます。そして、あとリフトですね。これはウーバーがめちゃくちゃ決算が良くて跳ねたんですけども、まあリフトはちょっとね、アフターで 15.8% 今下がってるということで、まあ前回もそうでしたけどね、もうだいぶ明暗くっきり分かれてきますね。あとドラフトキングですね。はい、ドラフトキング。なかなか、ちょっと、賭けごともね、承認が進まないんじゃないかと思うんですけど、一応クリアしてきてまして、大きいですね。8%、8.87% 今アフターで上昇してるんで、ドラフトキングスも良かったみたいです。そして、FTNT、フォーティネットですね。こちらはサイバーセキュリティでかなり、有望な企業ですけども、
今朝はクリアしているようですが、時間外で微妙に下がっているというような状況ですね。そして、明日、まあ、今夜ですね、寄り付き前は、マグナインターナショナル、まあ、自動車をコモディティ化するとね、言われているヨーロッパのどんな車もね、トヨタとかも、ベンツとかもね、作ってあげますよっていうような、企業ですね。それと AMC が、ありますね。はい。じゃあですね、スプレッドシートを、見ていくんですけども、今日はドルが弱いですね。はい。もうやっぱり利下げを織り込みつつあるのかもしれません。で、今日は仮想通貨も、下がりましたね。一週間で仮想通貨も、下がってきてますね。はい。今日はビットコインマイナス 0.8% です。指数は全滅です。ついに1ヶ月でもね、3ヶ月でもちょっとレッドゾーンがね、だんだん広がってきてますね。はい。心配です。今 SP500 3800まで下がるんじゃないかともね、言われていますね。はい。そして、VTI と VT ももちろんマイナスでした。そして、フロンティアマーケット、ちょっと債務超過の国々がね、心配ですけど、ドルが弱くなると、この辺は上がってきますかね。FM プラスの 0.6% でした。そして、ゴールドマンサックスは投資家にアメリカ以外の市場ではオーバーウェイトになるようにね、アドバイスをしているということです。まあ、アメリカがね、ダメなら、まあ、他の国に行くっていうことですけどね、ちょっとね、債務超過が、心配ですよね。高金利でもはや、新興国とか風前の灯火のところが多いと思うので、近いうちにね、これデフォルトがね、出てくると思うんですよね。多分今月出てくるんじゃないかなと思うんですけど、今回の利上げは最後の一押しやっちゃったのかも、知れませんね。はい。そして、セクター別ですけども、今日はね、原油はちょっと上がったんですね。そして、まあ、C-Web、中国ハイテクが、3.3% 上昇。アーク系もハイテクは上がってきてますね。はい。これは利下げ期待からでしょうか。そして、ですね、あと消費財なんですけども、こちらがですね、格上げ、トゥルイストがオーバーウェイトに格上げしたということですけども、マイナス 0.9% ですね。今日は不動産と交易が上がりましたということです。はい。そして、不動産はなんかブラックロックが、まあ、不動産のですね、払い戻しなどをだいぶ渋ってるというようなことも言われてましたね。はい。ガファムティは今日動きあんまりないですが、メタがマイナス 1.5% と、なりました。はい。そして、あとはですね、ミーム株、AMC が、今夜決算ですね。そして、ショピファイおめでとうございます。28%。データドグも決算でね、14% と、なかなか好調ですね。スノーフレークも、7% 上がってますね。はい。PSR 高い群が、結構いってます。はい。そして、あとは中小の方、こちらはオクタ、ライトスピードなどが 3% を超える上げを見せてくれました。はい。クラウドフレアはだいぶ売られてますね。1週間で 32%、売られてるので、まあ、やっぱりね、ちょっと割高感があるところで決算が悪いと、こう、スパーンとね、やられます。はい。半導体ですけども、AMD がですね、マイクロソフトのこれ一緒に、人工知能プロセッサー作りますよということを発表して、かなりですね、これは上がってきたというところですね。はい。これ AI でですね、かなり強い NVIDIA に対して GPU 頑張りますと、マイクロソフトとやりますということで、まあ、クリリンがベジータに勝つみたいな結構ね、厳しい戦いだとは思うんですけども、これでね、今日は、コメントね、一応 AMD はね、控えてるということですけど、このニュースで 6% 上がりました。ガセネタじゃないですよね。出来高も高いですね。クアルコムは、決算ね、ガイダンス EPS 売上ミスりましたよね、昨日。売上マイナス 17% 成長。純利益もマイナス 42% 減ったということでね、もうダメダメということで 5.5%、売られてしまいました。あと、クオルボも、決算がね、ありましたね。はい、クオルボもね、これスマートフォンとかで使用される無線周波数とかね、そういう機器をね、やってるとこなんですけども、出来高高くて、一応 0.4% 上昇。EPS、売上はクリアなんですが、売上はね、マイナス 45% 成長。EPS もマイナス 91% ということで、ガイダンスは EPS がまたマイナス 93% でクリアできず、売上
上げもガイダンスはね、前年同期マイナス 47% とね、見てますが、こちらは、クリアということで、なんか微妙ですけどね、上がってはいますという状況です。そして、次、AI なんですけども、はい。AI、このニュースがありました。バイデンさんがですね、Google や、Microsoft 首脳らと会合ということで、これ立ち寄ったみたいなんですけども、Google の CEO、Microsoft CEO、OpenAI CEO、アンソロピック CEO が出席で、大統領、副大統領ということで、すごいですね。で、副大統領は、声明で、AI が生活を向上させる可能性がある一方、安全やプライバシー、公民権をめぐる懸念をもたらす恐れもあると、指摘しています。AI 関連企業の首脳らには、AI 関連製品の安全性を確保する法的責任があり、政権は AI に関する新たな規制や法の導入に前向きであることを明確にということで、アメリカ政府を推してますね。そして、全米科学財団から1億4000万ドルの投資を受けて、新たに7つのAI 研究機関を増設と、発表してるんですね。はい。さらにホワイトハウスの、行政管理予算局が連邦政府の AI 利用に関する政策指針を公表するという見通しです。はい。AI ね、規制もあるんですけど、一応ね、国が推してるということなんでいいですね。はい。ただ今日はそんなに、株は上がってませんが、バイドゥ 4%、生成 AI プラス 3% となりました。新興国系のハイグロ、メルカドリブレ決算が良かったのに売られちゃったということですけど、他はドルが下がってるからか、上がってますね。はい。まあまあいいですね。はい。ライドシェアはリフト今アフターでバクバク売られちゃってます。はい。ですね。あ、そうだそうだ。はい。そして、あとですね、コミュニティで言うとですね、ファイバー 5.5% 下がってるんですが、これ昨日もね、これ 10% ぐらい、下がって、出たんですよね。 9.7%、 その前も 14.6% 下がってるんですけど、これフリーランサーがこのファイバー利用するんですけど、チャット GPT がね、いろんな、仕事をね、やっちゃってるということで、これが減るんじゃないか、売上減るんじゃないかなということでね、今言われてて、この3日連続の大きな売りにつながってるというような、記事がね、ありました。ちょっと心配ですね。AI がいろんな仕事をね、取ってきますね。まあ、30% ぐらいの仕事なくなるんじゃないかということも言われてました。はい。あと、ジョンソン&ジョンソン、マイナス 0.5% ですけど、これ実はね、スピンオフでね、リビアン以来の大きな IPO が、ジョンソン&ジョンソンからあって、ケンビューっていうコンシューマーヘルスの企業がね、出たんですね。ここで22ドルのIPO 価格から 16% 今日は上がったということみたいですね。はい。ジョンソン&ジョンソンは、ケンビューの 90% の株式をね、取得ということです。はい。そして今、ヘルスケアで強いイーライリリーがね、この横、ずっとね、グリーンになってますけどね、かなり強くて、ジョンソン&ジョンソンのね、時価総額をね、上回ってきそうです。このチャート、すごいですね。はい。そして、ワクチンはモデルナの決算が、ありました。3% 上昇なんで良かったんでしょうね。はい。そして、あとはですね、そんなに動きないですが、製造、航空、売られて、この中ではクルーズのロイヤルカリビアンだけが上昇なんで、やっぱり景気後退懸念からか売られてますね。ホテル、レストラン、旅行も素晴らしい決算を見せてますけど、今日はマイナスとなって、店舗系などもね、マイナス。アパレルのギャップがマイナス 5% ぐらい売られて、ギャップひどいですね。全期間でひどい下落を見せています。はい。ドリブンブランズも決算後からちょっと売られてますね。マイナス 3.5% です。電気自動車は、ニオ、シャオペン、この辺が 5% 上がって、フィスカも上がったということで、電気自動車はいいですけど、ローズタウンモータースはもう倒産寸前でね、遊ばれてますね。毎日上がったり下がったりのね、乱高下が、激しいですね。23% 下がって、17% 上がって、17% 下がって、また今日ね、大きく売られて、7% 売られたということです。はい。自動車も全滅。メガバンクも全滅。特に、ウェルズファーゴなんかはね、ちょっと自己資本比率一番低かったメガバンクですかね。これ、マイナス 5% と、なっていますね。はい。投資銀行も全滅となってます。はい。あとは、スクエア。が、今日決算があって、ちょっと上がってますね。アフターで上がってます。はい。あとは、まあ、
素材とかもね、やっぱり景気悪くなってくると売られるんで、売られまくってますね。エネルギーも、原油も下がりつつあるので売られてると。APA は、まあ、期待の企業ですけどね、これガイアナの隣で、ヘスの3年遅れで成長するんじゃないかと言われてますけど、今日はね、決算も終わってしまって 5.6% 売られて、1週間で 10% 売られてます。エネルギーね、これほとんどね、企業、素材もね、5% 以上ね、この1週間売られまくったという、ひどいことになってしまいました。はい。じゃあ、一応全体としてはね、銀行の懸念も和らいで、アップルの決算も、まあ、良かったと思いますので、まあ、いい方向にね、向いてくれるんじゃないかな。利下げの期待もね、高まってますからね。はい。ということで、ちょっと最後に APL、ちょっと変なことになってないか、もう一回見てみますけど、アップル、2.29%、堅調なアフターとなってます。はい。じゃあ、どうも、今日は子供の日です。どうも、皆さんありがとうございました。